改めて、私の方から皆様方に、申し上げます。資料をお配りをしておりますように、福島県内における児童生徒等が学校等において受ける占領低減に向けた当面の対応ということについて、申し上げます。文部科学省においては暫定的考え方に沿って学校における児童生徒等の受ける占領を低減させ、より安心して教育を受けられる環境の構築を目指しております。さらなる取り組みを行うことといたしました。その内容をお示しの福島県内における児童生徒等が学校等において受ける占領低減に向けた当面の対応についてとして、取りまとめておりますので、今日公表をいたします。その内容でありますけれども、まず福島県内における学校等の校庭等の土壌対策に関しましては、去る5月の17日に原子力災害対策本部において原子力被災者への対応に関する当面の取り組み方針を策定をしております。この中で教育施設における土壌等の取り扱いについて早急に対応する旨が明記されたところであります。また一方で先の第一次補正予算によりまして、県内の全幼稚園小中高等学校高等専修学校保育所等に、携帯できる積算線量計を配布することになりまして、本日配布をいたしました。これにより、各学校における年間の積算線量を測定することが可能になりました。このためこれを機に暫定的考え方で示した今後できる限り児童生徒等の受ける占領を減らしていくという基本に立って、今年度学校において児童生徒等が受ける占領について当面年間1ミリシーベルト以下を目指すこととして、また校庭等の土壌に関して児童生徒等の受ける占領を低減する取り組みに対して学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うことといたしました。以上、私どもとしましては重ねて申し上げますが、より安心を確保できる方策として今回政府の方針あるいは現場における占領計での測定、こういったものが可能になりましたので、これに合わせて今日このように改めて年間1ミリシーベルトを目指す以下を目指すということを国民の皆さん方、また被災者の皆さん方、あるいは現地の皆さん方にもお知らせをすることにいたしました。こちらからは以上でございます。はい、それでは引き続きましてお手元にお配りをいたしました資料について私の方からご説明を申し上げたいと思います。まず1点目でございますけれども、もうすでにご案内の通り4月の19日に今後児童生徒および幼児園児の受ける占領を減らしていくことが適切であるということを、通知をいたしております。そしてこの暫定的な考え方に基づきまして、これまでも多様な放射線モニタリング実施強化をいたしておりまして、5月11日には校庭園庭の土壌に関しまとめて地下に集中的に置く方法など占領低減策を教育委員会等にお示しをいたしているところでございます。今も大臣から申し上げましたように5月の17日に原子力災害対策本部により策定をされました当面の取り組み方針におきまして、教育への支援の一環として
福島県内の教育施設における土壌等の取り扱いについて早急に対応していく旨が明記をされました。まあ、この方針も踏まえまして、文部科学省において今後、暫定的考え方に沿って、学校内において児童生徒等の受ける占領を低減させ、より安心して教育のを受けられる環境の構築を目指し、さらなる取り組みを推進する必要があるということでございます。で、このため、次のページをめくっていただきますと、今日福島県教育委員会の協力のもと、福島県内のすべての学校等に対して、積算線量計を配布をいたします。今日午前と午後2回に分けて、全教育委員会関係者を福島県教育委員会で招集をされて、線量計を手渡しをするという段取りと聞いております。そしてその使い方の説明等々を行って、そして6月1日から、この児童生徒の受ける実際の積算線量のモニタリングを全校で、福島県内の全校で開始をしていただきます。そしてこの暫定的考え方で示しました、このできる限り児童生徒の受ける線量を減らしていくという基本に立って、今年度学校において児童生徒等が受ける線量について当面年間1ミリシーベルト以下を目指すと、なお引き続き児童生徒等の心身の健康発達等に関する専門家等の意見を伺いながら、さらなる取り組みの可能性について検討をすることといたしております。3点目でございますが、当面の取り組み方針を踏まえ、さらなる安心確保のため、文部科学省または福島県による調査結果に基づき、校庭園庭における土壌に関し、児童生徒の受ける線量の低減策を講じる設置者に対しまして、学校施設の災害復旧事業の枠組みで、つまり公立学校施設等々についてはほぼ10割国の負担ということを指しておりますが、その財政支援を行うことといたします。で、対象につきましては、土壌に関する線量低減策が効果的ということとなる校庭園庭の空間線量率が毎時1マイクロシーベルト以上の学校とし、これは6月1日頃から、この測定を再度全校について行いまして、その結果に従って、この1マイクロシーベルト以上の学校ということを、まあ、見極めていきたいというふうに思っておりますけれども、設置者の希望に応じて、財政的支援を実施するという中身でございます。以上でございます。ありがとうございました。幹事から1点ですが、その土壌の件に関して財政支援をするその対象校ですが、毎時1マイクロシーベルト以上の学校というふうに設定したこの基準は何でしょう。この土壌の低減策というものによって、まさに受ける線量のこの低減というものが、まあ望める水準というものが、まあ、これまでの、まあ、いくつかの事例を参考にいたしますと、要するに土壌への対処前が、まあ、何マイクロであったとしてもですね、その措置後が、まあ、おおむね1マイクロ、毎時1マイクロシーベルト以下になるわけでありますので、したがって土壌に対する対応というものの有効性は、まさにその1マイクロシーベルトというのが一つの、まあ、判断根拠になっていると、こういうことでございます。要するにこの低減策は有効であるというラインがですね、毎時1マイクロシーベルトであるということでございます。ありがとうございます。各社さんどうぞ。6月1日頃から測定ということがあったんですけど、もうすでに取っちゃってる学校とかあると思うんですけど、どういう学校というのは、改めてその場に設定するのか、その取った時点での通知を適用されますか。はい、取って1マイクロシーベルト以下であれば、さらなる措置は必要ありませんけれども、
すでに、先ほど申し上げました学校施設災害復旧事業の枠組みでの財政支援の対象になるか否かというご質問だというふうに理解をさせていただくとするならばですね、すでに学校設置者の判断によって、表土の削り取りなどを行った学校で、そして土壌に関する線量の低減が、図られているものについてはですね、この災害復旧事業の枠組みでの財政支援の対象としてまいりたいというふうに考えております。基本的にはそういうことでございます。土壌に関する線量の低減が、具体的に図られているというものについて、財政的支援の対象といたします。有効な低減だということなんですけども、高齢者の場合取ったやつをそのまま放置しているというのがあると思うんですけども、これに関しては、支援対象でしょうか。土壌処理が完了し、そして、線量低減が図られているということに該当するようになった場合にはですね、この支援の枠組みの対象になりうるというふうにご理解をいただきたいと思います。この場合はその処理した土壌を持っていくところまで国の支援という形になるんですか。基本的にはですね、子どもを主体に考えて、で子どもがこの受ける線量が下がっているのか下がっていないのかということであります。そのあたりを地元等々ともですね、ご相談をしながら、あるいは様子を伺いながら、判断をしていくと、こういうことになると思います。国費の負担がほぼ10割というお話でしたけど、これはそのもう1マイクロ以上であれば、その3.8で特に大事とかをつけるんじゃなくて、同じような扱いでほぼ10割国費負担をするということですか。基本的にそういうことで、結構でございます。大臣に、お伺いしたいんですが、あくまでこれもともとは自主的に自治体がやってきたことだと思うんですが、改めてそのこうやって国費で、これを支援することでいいというか、これは先ほどもお話ししましたようにですね、新たな発電所サイト側の今後の方針、ロードマップですか、こういうものが示され、そして我が国政府としてもですね、これに対応する取り組みの中で、この工程等のことについてもですね、できるだけ不安がないように取り組みを進めるというも、これも明記されましたし、それから全校に線量計も配布するという手順も整っておりますので、私たちとしてはこれまで申し上げたことのより、安心感を持っていただくための措置だということです。原子力管理委員会の方で、これは最初に渡りましたモニタリングのやり方について、委員の皆さんから文科省に対抗するようにということでご指摘があったかと思うんですが、今回のこの職場になります線量計の特定 のやり方みたいなことは統一してもらうようになるんでしょうか、それとも今年の終わったのに改正されることですか。モニタリングのやり方等についてはですね、これまでも原子力安全委員会と綿密に相談をしてきてやっております。すでにですね、55のモニタリング、学校についてモニタリング調査を行っております。まさに児童生徒と行動を共にする教職員が線量計を身につけて、始業時及び終業時の積算線量計の数値を確認をし、その時間と数値を記録保存するというやり方でやってまいりました。で、本日約1762校が追加的に配布をされるわけであります。これで約トータル1800円なんだと思いますけれども、その学校はこれまで55校でやっている方法と同じ方法で実施を統一的に実施をするということでございます。で、その説明を本日教育委員会にやっていただき、そして来週の月曜日火曜日等々で、きちっと徹底をしていただくということでございます。で、なお
劉大臣政務官には、来週早々に現地に行っていただいて、この方針に基づくさまざまな説明あるいはさらなるご相談に福島現地に赴いていただきたいというふうに考えております。あと財政措置の関係なんですが、はい、じゃあ最後あちょっと参議院本会議があります。あ、ごめんなさい、財政措置の関係でいわゆる対象となる学校が大体カットして見込めてるのか、まあ、もしくは金額とかですね、あとその財政措置としては補正であるのかも、あの23年度の既にある予算でのこれは第一次補正で、やります。それから学校についてはですね、今日考え方をお示しをいたしました。構想については予断を持って、望むのは適切ではないと思いますので、それも含めてですね、まず淡々とその客観的なデータに基づいてやっていきたいということで、ございます。要するに子どもに必要な提言策を講じる設置者についてはですね、しっかりと支援をするということが基本論であります。で、まあ、具体的にどういった学校になっていくのか、ということについてはですね、まあ、来週また劉政務官に現地に赴いていただいて、その調査のやり方等々、実施のタイミング、そしてその報告のいただき方ということはですね、見極めていきたいというふうに考えております。国会の水割りなのでこちらで終わります。ありがとうございました。はい。